LA マシンガンズはセガが1998年12月に発売したアーケードゲーム。特殊ホバーバイクに登場し設備された機関銃で射撃してアメリカ西海岸を侵攻するテロ組織 ROM を壊滅させるのが目的のガンシューティングゲーム。システムボードはモデル3ステップ2.1で AM3 件による制作。 設定は異なるが、システムとしては、ガンブレード NY の続編で、グラフィックは格段な進化を遂げている。筐体は29型 CRT の SD 筐体と、50型プロジェクターのデラックス筐体の2タイプがあり、SD タイプは、前作、ガンブレード NY の筐体が流用されているが、デラックスタイプは、筐体デザインを一新しており、ベースシェイカーが加えられているのが、大きな特徴である。 反動機構付け眼コントローラの振動が激しく、長時間のプレイでは手が痺れるほどであり、さらにデラックス筐体ではベースシェイカーの振動もあり、体への負荷が大きい。ステージは全5面構成で最終面以外の前半4面はプレイ順序を選択できる。最終面には前半全4面をクリアしなければ進めない。十字架付け式の期間縦乱射ゲームは、 作品数が少なく、設置数は多くはないものの、十字架付け式のガンシューティングゲームはこの作品以降、出ていないため、今もなおそのまま設置され続けているところがある。なお、2010年に、ガンブレード NY&LA マシンガンズアーケードパックのタイトルで、Wii への移植が欧州で決定した。国内販売は未定である。ガンブレード NY 貢献ゲームだけあって、基本的な動作は、 ほぼ同様である。ゲームプレイ時の視点は撃った敵が吹っ飛んだ方向へ、スクロールしていくため毎回異なる。大まかな流れも同じだが、敵の出現するタイミングや射撃してくる方向も、毎回微妙に異なっていく。なお、タイムアタックやスコアアタックなどのモードは、本作ではなくなった。後半のステージになると反転と、ほぼ同時に撃たれたり、 ボッセンで撃ち落としきれないほどの大量のミサイルが飛んで、くるなど理不尽な点が多く、ノーコンテニュークリアは非常に困難となっている。前作同様、敵の攻撃を受けると、ライフが1個減り、0個になると、ゲームオーバー。なお、特徴の一つにコンボシステムがあり、打ち込み判定のある物体を撃つと、照準の周りに丸いコンボゲージが現れる。 コンボゲージは時間経過とともに減少し消滅するが、ゲージがなくなる前に打ち込み判定のある物体を打つと、ゲージが全回復する。コンボゲージが維持されている間に敵を倒すことにより、コンボ数が加算されていく。ステージ内を高速で動き回る上に、敵の素早さからコンボを維持するのは難しく、最終ステージを除いて、原点対象である人質や民間人が紛れ込んでおり、 誤射をしてしまうと五千点失う上に、コンボも途切れてしまうため、ハイスコアを狙うには運にも左右される。2025年、アメリカ世界の莫大な情報を一手に担い、総括的に処理する最新高層ビル、デルタオセロがロサンゼルスに完成。開業式が大統領を招いて、盛大に行われていた。しかし、大統領演説中に突如として現れた謎のアンドロイド軍団。 ROM によって大統領は拉致されロサンゼルスをはじめとする西海岸は戦場と化す。合衆国はタイテロの切り札として用意しておいた最新飛行揚撃部隊 SIFAT に出撃を要請し、両者は戦いを繰り広げる。ありがとうございます。